1年半、娘と私と家族の共同生活でありました。つらくしい日々ではありましたが、たくさんの方に励ましてもらい、温かいことも、ご協力し、頂戴しまして、本当に勇気をいただきました。これからやりたいことがたくさんあると思います。今までできなかったこと、そしてこれからやりたいことがあれば、そうです。普通に暮らしたいです。病名を、ね、診断されたときどういう気持ちだったか教えてください。見えた普通に生活している中ではあんまりそういう症状なかったんですけど、走ったりするときつくなって目が見えなくなったりしたんですよ。まあその大会では目が見えなくなって座り込んだりしたんですけど、病名告げられてやっぱり自分は病気だったんだなと思います。アメリカで移植手術を受けられると分かった時どういうふうになりましたか。最初は嫌でしたけど、なんでだけ全然いいなと思って、今新しい心臓があると思います。その新しい心臓の鼓動だったりとか、そういうものを自分で聞いたりしてどんな風に思うかもしれない。やっぱり病気だったんだなって思いました。健康になれてよかったです。今から始まる学校生活、こんなことがしたいです。友達と勉強したい。テニス部の仲間もたくさん